オレンジキャラメルは韓国の女性アイドルグループアフターズクルの派生ユニット。アフターズクルグローバルユニットと称される。アフターズクルのメンバーであるレイナ、ナナ、リジの3人で構成される。プレディスエンターテインメント所属。中華圏ではグループ名は代々し、ショートと表記される。アフターズクルが持つパワフルで。 セクシーなイメージとは全く対照的にトラッドな女性アイドルが持つ突き抜けた明るさ、キュートさ、コミカルさをグループイメージとしている。メンバーについてはアフターズクルも参照。2010年6月7日に7、9日にレーナのスチールを公開し、その後理事を公開した。同14日のティーザー写真では彼女たちのそれまでのセクシー路線のイメージとは 売って変わったピンクの衣装のジャケットカバーが公開され、話題となった。同17日にファーストミニアルバム、魔法少女をリリース。翌18日のミュージックバンクでデビュー曲として、魔法少女を披露。緑色のドレスと独特の振り付けで、ファンに衝撃を与えた。魔法少女は、韓国のガオンチャートのデジタルシングル部門で18位、アルバム部門で2位を記録した。 またキュートなコンセプトにより、小学生の間で人気を博した。また、台湾のゴールド台風運車とレーベル契約を結び、台湾での発売を行っている。同年11月10日と11日にかけて、第2弾となる作品のティーザー写真を公開した。同18日、セカンドミニアルバム、アイングをリリース。ガオンチャートのアルバム部門で10位、デジタルシングル部門で5位を記録した。 ブルース・リー風の衣装を着た3人2011年3月30日新たな活動テーマであるワンアジアプロジェクトとしてタイのバンコクを舞台としたバンコクシティをリリースシングル部門でこれまでの最高位の第3位を記録したこれまでのほのほのとした楽曲イメージとは打って変わり打ち込み色が強くエッジの効いたハードなサウンドでファンの間で物議を醸した なおこの曲のミュージックビデオでは、アフターズクルのジョンヤが DJ 役として出演している。同年10月13日、ワンアジアプロジェクトの第2弾として、中国の上海を舞台とした、上海ロマンスをリリース。ガオンチャートでは、シングル部門で8位、韓国ビルボードでは7位を記録している。音楽番組に登場した、サイのコスチュームも様々で、チャイナドレスの他にも、 ブルース・リー風の衣装やキョンシー風の衣装を披露した。なお、シャンハイ・ロマンスの日本語バージョンは、アフターズクルの日本版のファーストアルバム、プラガールズのボーナストラックとしても収録されている。2012年9月5日、日本版、ファーストシングルをエベックスからリリースし、日本でも正式に活動開始。キャンディーズの優しい悪魔カバー曲と、 魔法少女日本語バージョンをカップリング。9月12日、韓国で、ファーストフルアルバム、リップスティックをリリースし、タイトル曲、リップスティックで活動。12月12日、日本版、セカンドシングルとして、リップスティック、日本語バージョンをリリース。両英面として、アニメ、うるせえやつらの、ラムのラブソング、カバー曲をカップリング。なお CD オンリー版には、 日本語バージョンを作ってほしい楽曲投票で第1位になったミルクシェイクジャパンバージョンを収録している。2013年3月13日未発表のオリジナル曲や松田聖子の天使のウィンクのカバー等を収録した日本版ファーストフルアルバムオレンジキャラメルをリリース。アインなどの既質オリジナル曲については若干のリミックスが加えられ、 音のダイナミクスが多少強調されたものになっている。3月12日、サードシングル、カッタレナをリリース。パキスタンのパンジャブ族の民謡、ジュッチメリを尺用した、インド風のディスコナンバーで、幼稚で、気難しいが不思議な魅力で人々を虜にする、キャラクターカッタレナの物語を描いた。カッタレナのステージ衣装は、ミュージックビデオでは寿司をコンセプトにしており、 音楽番組ではステージに立つたびに寿司、キャンディ、ビビンバ、お餅、ピザ、カップケーキなど毎回違う食べ物モチーフの衣装を披露した。なおミュージックビデオでメンバーたちがビニールパックの中に入ってうごめいているシーンが人命軽視として韓国放送公社から放送不適格と判定。プレディスエンターテインメントは問題になったシーンを編集して最新議を申し込んだ。 5月20日、デジタルシングル、アビンアビンを公開。これは、世界的なアイスクリームパーラーチェーンのバスキン、ロビンスとのコラボレーションによって誕生した楽曲で、夏の暑さを吹き飛ばす、かき氷の妖精に奮した。ちなみに、アビンとは、アイスクリーム、ピンスの略語である。6月12日、ラッパーさんイ、e、ートレーナーのデュエット曲、真夏の夜の蜂蜜をリリース。 リリース後3週目にしてガオンチャートのデジタル総合ランキングで週間1位を獲得し6週目にしてストリーミングチャートで週間1位を獲得放送活動を終了しても音楽番組や音楽配信サイトの上位権を維持するなど下半期のロングヒット曲の一つとなった8月18日ホースシングルマイコピーキャットをリリースメインテーマである おキャを探せは絵本、ウォーリーを探せの権利者であるドリームワークス社との正式なコラボレーションで実現した。また、ウォーリーを探せの探し絵や間違い探しなどの要素をアルバムカバーとミュージックビデオに盛り込みオレンジキャラメルならではのユニークさで楽しさを与えた。10月8日、レーナがソロとしてファーストデジタルシングルリセットをリリース。タイトル曲は トロイのカントとのデュエット曲。11月13日、サンイート・レーナのデュエット曲、真夏の夜の蜂蜜が第6回メロンミュージックアワーズでラップ、ヒップホップ賞を受賞。12月21日、サンイート・レーナ、オレンジ・キャラメルが SBS 歌謡大祭典に出演し、それぞれ真夏の夜の蜂蜜とカタリナを披露。同26日、サンイート・レーナが KBS 歌謡大祝祭に出演。3位とレーナ、真夏の夜の蜂蜜がガオンチャート2014の年間デジタル総売上4位、年間音源ダウンロード総売上5位、年間音源ストリーミング総売上4位を記録。1月23日、理事がソロとしてファーストデジタルシングルをリリース。トロットジャンルでアイドルとして初めて演歌歌手としてソロデビューした。 フィーチャリングにはコメディアンのチョン・ヒョンドンが参加。2月13日、理事がコメディアンのパク・ミオンスとデュエットを結成し、デジタルシングル、グッバイ・ PMS をリリース。PMS はパク・ミオンスの頭文字。2月20日、番組、ヒョンドニとデジュニのヒット製造機にないで結成した4人、組ユニットがデジタルシングルをリリース。これは、 勇敢なイタントラがプロデュースした第2弾アイドルユニット。4月24日、レイナが SK テレコムドラマの OST をリリース。7月、レイナがサランのローダ役で初めてミュージカルに出演。8月18日、音楽プロデューサー集団ダブルキックエンターテインメント、所属のプロデューサーであるジャクップ、ウォンムのデデイの共同プロジェクト。 XXX コラボレーションの楽曲に、レイナがボーカルとして参加。10月19日、理事が KBS に t v ドラマ、ぶしつけ255の OST をリリース。11月24日、レイナがソロとしてセカンドデジタルシングルをリリース。初めて作詞作曲に参加した。ミュージックビデオは制作されていない。6月17日、 ラッパーさんイート・レーナが2度目のデュエット曲をリリース。11月16日、ナナが2016アジアアーティストアワーズで俳優部門新人賞を受賞。TVN ドラマグッドワイフで法律事務所の調査員、キムダン役を務め、好評を得た。6月5日、レーナが MBC ドラマ OST のをリリース。7月31日、レーナが ソロシングルアルバムをリリース。11月20日、ナナがプレディスエンターテインメントと再契約を締結。4月30日、理事がプレディスエンターテインメントとの契約満了により、事務所とアフターズクルを卒業。8月25日26日、レーナとバンズのコラボレーションコンサート、バンズライナコンサートビットウィーンを開催。八月十七日、 レーナがソロとして、サード、デジタルシングル、をリリース。12月27日、レーナが、プレディスエンターテインメントとの契約満了により、事務所とアフターズクルを卒業。フルアルバムミニアルバムシングルデジタルシングル OST、デュエット、コラボレーションその他ソロオフィシャルビデオフルアルバムシングル。ありがとうございます。